縁製のリストバンドとシリコン製のリストバンドリストバンドとはテニスや野球などのスポーツの際やファッションとして手首につける装飾品であるブレスレットの一種である黄色のリストバンドをつけてテニスをするラファエル・ナダルスポーツにおけるリストバンドはテニスプレイヤーが試合中に汗が手に流れ手が滑ることを防ぐために作られたものであるまたとっさに 機体の汗を拭う際にも使われることが多い。そのため、スポーツ用のリストバンドは、普通は、面製である。また、野球ではテニスほど、リストバンドが必要とされることはないが、選手の自己アピールとして、様々な色のリストバンドを装着している。なお、トレーニング用にウエイトを装着できるようにした、リストバンドもあり、リストウエイトと呼ばれる。ファッションにおける、リストバンドの場合、 スポーツ同様の面製のものとシリコン製のものがある。布製のものはファッション性豊かであり、様々な色、模様や文字をプリントすることができる。シリコン製のものは面製のものに比べて細い場合が多い。また、布製のものと比べ複雑ながらをつけることはできないが、単色や日色のみというシンプルなデザインや文字によるメッセージを彫ることで、 近年若者を中心に人気である。近年、シリコーン樹脂製のリストバンドに色、掘られたメッセージや記号を入れたものが販売されるようになった。目的は様々である。売上金の一部を社会問題などの解決のための寄付金とするものもあるが、すべてのリストバンドが寄付を伴うわけではない。特定の社会問題などに対する関心や、 問題意識を高めることのみを目的としたものもある。これは、リストバンドを通し、様々な人、特に社会問題への意識が希薄な若年層に、そうした問題について考えてもらうこと、意識してもらうことを目的としていると思われる。リブストロングプロジェクトのリストバンドこの種のリストバンドの流行の火付け役となったプロジェクトとしては、リブストロングプロジェクトが有名である。同プロジェクトは、 清掃主要から復活し、ツールドフランスを7連覇したランス・アームストロング、率いるランス・アームストロング財団が、ガン撲滅運動のための資金集めを目的として、2003年にナイキとタイアップし始めた。小野新次など、ナイキと契約を結ぶ多くのスポーツ選手が、この運動に賛同し、同プロジェクトの黄色のリストバンドを身につけたことから、同プロジェクトは一気に、 世界的に有名になった。最近では、この、リブストロングに追随して、多くの類似プロジェクトが立ち上がっており、特に、ホワイトバンドプロジェクトが有名である。以下は、リストバンドの色、訴える目的の例である。ありがとうございます。